はい、どうも、こんにちは。今回でまたデトロイトビカムヒューマン続きからやっていこうかなと思います。前回か、これ。ま前回ではないんだけど、前回はとりあえずあれかな、まあ、何よ。姉さん。名前なんだっけ、この人。何これ。前回は確か、あ、使わった。あれだったよね、前回。なんだっけ？お？街中を探し回ってるみたいなの。ああ、アンドロイドが。もう前回の復習はいいわ。もうこんなスムーズに始まっちゃったらもうやれることねえもん。言えることないもん。邪魔だもん、俺が言ったら。まあ音楽流しとこうぜ、せっかくなら。なんかどうなんの、消すのかな。国中のアンドロイドが当局に引き渡されたことにより、国全体が麻痺状態に陥っています。開始されたんだ。学校は閉鎖され、断水、停電、ネットワーク障害も予想されています。そんなにバカじゃん。軍が特殊アンドロイドモデルで構成されていた実動兵力の、音楽をかけた方がいいわね。ごめんて、いいよ、聞きたかったよ、俺普通に。もう普通に聞きたかったよ。なんだっけ、この人。名前忘れちゃったんだけど、普通に聞きたかったわ、ニュース。こうやっぱね、我が身のことも我が身のことにもなるからさ。バレるかな、手を貸す。手貸さなくないか。そこまで来て手貸さない選択肢ないだろう。そこまで行ったら手貸すだろう。え、ジェリコを探す？あ、何、カーラもジェリコに来んの？そういうことか。国境なきなんとかって。もう少し先に行くと、ジェリコっていう大きな貨物船がある。そこに着いたら、マーカスを頼るといいわ。国境行きのバスは死ぬ。ああ、そうなるんだ。絶対にそのバスに乗るの。国境を越えれば安全。少ないけど。あ、国境を越えるって、もうそこに集まるんだ。住所をあげたわね。落ち着くまで。はい、かくまってくれるはず。弟がオンタリオ。あなたはとっても勇敢な子ね、アリス。幸せになるのよ。ママ。いろいろとありがとう。ママ。向こうに着いたら連絡をちょうだい。ママ。ママ。気をつけて。ザ・マザーじゃん、もうこれもう。マザー界のマザーだわ。もうマザー界トップ。ママ。男に対してはそういうね、頼んだわよってその、理想じゃん。姉号。行くぞ。あ、走れないわ。んジェリコを見つける。まあ、こっちかな。んああ、もう出たら戻れねえわ。マーカスと一緒になるんだ、こっから。なんか国境なきって言われたからさ、なんか、てっきりなんかさ、カーラ単体で動くのかなと思ってたけど、コナー、どうした。あ、そっか、コナーが特定したんだ。うわー、やば。だってさ、これマーカスのとこにカーラが行ってるんでしょ。でコナーも行ってるわけでしょ。つい3人が同じ画面で見れるかもしんない、このまま行くと。と同時に俺のこの実況動画に関して終わるかもしんない。でもね、一応ね、2週目以降はね、ちょっと個人的になんか生放送かなんかしようかなと思ってて、あんまり3週、4週やりすぎたらさ、それはもうちょっとさ、デトロイトの中身、さらけ出しすぎだろうってなっちゃうから、とりあえず、まあ、2週目ぐらいだったらやろうかなって、思ってるわ。ここで3人が合流するんだ。もうクライマックスだな、いよいよ。あ、すんなり入ったな。めっちゃいる。めっちゃいるじゃん。あ、これがもうなんか反乱軍としてなってんだ。もう。マーカス兄貴は？てか、すんなり入れたな。マーカス兄貴。エルいちゃった。ああ、あの時の当時のね。
あそこでも暖炉ない、あそこ。誰お前、だ誰一瞬マークあそこと思った今。あ、キャスターのおじさんだ。あれだよね、オッケーオッケー。てかここも潤ったな普通に。俺初めて来た時全然だったのに。アリス、うわー、悪いのにめっちゃ書いてんじゃん、病んでんじゃん。暑いんだけど、でもすごく寒いの。風邪じゃん。もうパブロン買ってこようか、パブロン。早めなら大丈夫でしょう。パブロン買ってくるわ、パブロン。この子お願い、マーカスを探してくる。最終バスは2時間後だ。バス停は町の反対側、時間がないぞ。パスポートを手に入れたらすぐ出発よ。カーラ、話したいことがある。アリスのことだ。バスでゆっくり話しましょう。すぐ戻る。頼んだわよ。パパ？うわっ、ちょっとコナー、カーラは捕まえたくないよ、コナー。終わるじゃん、コナー。気づかれないよね、気をつけろ。気づかれねえよ、お前、アンドロイドじゃん。これ結局あれかなってことはもう、俺がコナーを選ぶか、マーカスを選ぶかみたいな話になってくんじゃないの、これ、いよいよ。ね。俺がコナーを選ぶのか。ああ、カーラだ。でも、あ、光ってないわ。気をつけろって言われてもな。どっち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 、あ、なんかある。あー、まあそうだよね、変異しちゃうかもしんないからね。あ、ブルーブラッド、ブルーブラッドかなこれ。いや、わかんないぞ。でもこれ多分ね、これ思うけどね、これ多分コナーが、多分ね、コナーがこっちに寝返るエンドもあると思うんだよ多分。あ、もうこれ完全に人為創作していい感じ。これコナーが多分ね、これアンドロイド側につくこともできるんじゃないかな。複雑だな。でもこれだってコナーは一応ハンクと一緒にやってきた、ねえ、仲間だ、やってきたっていうか、そのやっぱハンクと一緒にクリアしたいみたいなとこあるからさ、コナーに関しては。何こっち、あ、行き止まりか。もうさ、警備厳重にしようぜお前ら、アンドロイド。ねえあっさり入ってこれんじゃん。もうカーラもあっさり入ってきたけど、これ登んないといけないんじゃない多分これ。登ったらこれカーラと鉢合わせになるかも。何、はっ、キャプテン、それだけ言うの怖、それだけ伝えるの怖すぎるわ姉さん。マーカスを見つける。マーカスどこ、マーカス、マーカスこんなとこいないよ。どうせベランダだよマーカスいんの。どうせベランダだよあいつ。これでもさ、できるだけさ、コナーと距離取った方がいいんじゃないのこれ。そんな気がしてきた。コナーとできるだけ距離取った方がさ、まあ少なくともカーラの、でもここにも、でもな、コナーここに乗り込んできてる以上多分捕まえないか。怪しくないこいつ。ここに来てる以上、まあカーラだけを捕まえるってことはないだろうけどさ。暗い暗い暗い。一応でもまあでもコナーに捕まるってことはないか。どうなんだろう。でも絶対さ、このまま行ったらさ、本当コナーに、俺がコナーにつくかマーカスにつくかでさ。あ、カーラ、カーラいるじゃんここに。カーラ、カーラじゃん、カーラ。まあだからこういうことなんだよな、結局顔がやっぱりそんなに。マーカスっぽ。
え、マーカスっぽいやつおる。あなたがマーカス。マーカスだ。女の子とアンドロイドと3人で、うん、国境行きのバスに乗りたいんだけど、パスポートがいるの。外出禁止令が出てるだろ。街中兵士だらけでアンドロイドを捕まえて収容所に送り込んでる、うん、あ、でもここでパスポートもらえたら、でもコナーとカーラーかぶんないわ。そうね、落ち着くまでここにいた方がいいかも。国務省で働いてたやつがいるんだ。何？偽造できる電子パスポートを持ってるから。はい、後で届けさせるよ。マーカス、マーカス粋だな、やっぱ男の中の男だわ。と一緒だと言ってたな。はい、俺たちを憎む人間をなぜ守るんだ。なぜ守るか、もう絆、お互いに家族なんだよ俺たちは。俺たちは家族なんだよ。そうだ、いいこと言ったな。家族なんだよ。え、こっちから戻るの怖いよ。いたもんだってコナー、こっちの、うわ怖、こっちの階段いたもんコナーが。ちゃんと来たとこから降りようぜ。もうコナーとカブランド、何これ何コナー、あー降りた降りた降りた。そコナーいた場所、そコナーいた場所だって。なんかよく意図せず階段から降りてしまったわ。ん？何？あ、アンドロイドアリスだ。あー、これあった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 わ。あったあった。あ、ルーサーここで。あー、まあそっか。愛するものを欲した、お互いにな。そっか、そういうプログラムだから。そっか、あの子がアンドロイドだと知って愛情を失った。ルーサー、失うわけがないよ。アリスはお前を愛してる。ルーサー、世界中の誰よりも愛してるんだよ。あの子はお前の望むような少女となり、うん、母親になった。噛み締めてくれカーラ。忘れ、相手の望む存在になったんだ。それが生きるってことなのかもな。ルーサー、悟して行くなよ。悟してどっか行くなよ。お前かっこいいんじゃお前。うわー、アリスにこう、こういう時さ、こう知ってしまってはいけないことをした時の第一声困るくない？第一声困るな、これ。なんて声かけようかな、俺。いや、普通通り接しろ。普通通り。俺忘れんな、普通通りだぞ。いつも通りだ。アリスをアンドロイドと見るなよ、カーラ。頼む。選択肢が来れば大丈夫。まあでもちょっとあれだよな、距離置いちゃうよな。ねえ、どうしたの？真実知っちゃうとちょっと距離置いちゃうよな。抱きしめるよ、当たり前だろ、バカふざけんな。なんで突き放すってお前。ずっと一緒にいてくれるんでしょ。当たり前だろお前。突き放すってお前、舐めてんのかお前。ブチギレでしょこれは。これで突き放すとかお前できねえよこんなの。ああ、サムネっすね、これサムネだわこれ。これはサムネだわ。ルーサー、家族、パパ、この平穏がね、いつまでも続くといいな。あ、マーカー戦だこれ。ほんとクライマックスだなこれ多分。あー、幹部たちがね。ブルーブラッドと部品が足りないんだ。うん、みんなシャットダウンしていくのになすすべもない。大統領は国を脅かす俺たちを抹殺しろと言ってるらしいな。まあまあそうなるよ。国中の大都市で捜索を行って
収容所に連れて行って廃棄してるのよ。ああ。最悪だ。虐殺されてるんだぞ。俺たちのせいだ。おとなしくしてればこんなことにはならない。まあまあこんなことにはならなかったよな。ワーカスかっこいいな。てか煽る決意、正義、決意でしょ。俺たちは生きていると伝えただけだ。そうだ、間違ってない。前でいるくらいなら自由になって死んだ方がマシだよ。かっこいい。名じゃまるで宣戦布告してるみたいだ。自由になって死んだ方がマシだよ。いずれ自分に返ってくるぞ。暴力振ってないし、俺別に。俺は暴力振るってないよ。何言ってんの。怒り的、後悔はない。俺たちを奴隷にしてたんだぞ。立ち上がって何が悪い。俺たちの敵は人間だろう。うん。仲違いしてどうする。そうね、今はこれからどうするか決めないと。まあまあそれは正しいわ。マーカス、何対話、対立、隠れる対話怖えタイは怖え。隠れる頭でいつか見つかるから。対立、いやでも戦うなって言ってたからな、他のメンバーが。対話、対話だ、それしかない。しゃあないってこれは。もう一度だけ話してみる。お願いやめて。危ないって、一人危ないよマーカス。マーカス、でもやってみないと。かっこいい。できるだけ隠れていてくれ。何？どうした？戻ってこいよ。ちょっとごめん、名前忘れた。傷ついてると分からせるんだ。ごめん。君らの名前もうすごいごちゃごちゃしてんのよ。もう他にもさ、ほらカーラ編とさ、マーカ、違う、カーラ編とコナー編の登場キャラクターもいるからさ、もうごちゃごちゃすんのよ。やりきれない思い、悲しみかな。望んじゃいなかった。私たちを止めることはできない。あなたがみんなに希望を与えてくれたのよ。まあそう言ってくれるならありがたいよ。ちょっと、ジェリコに来たばかりの変異体が化学兵器を輸送するトラックを盗んだって言ってたの。へえ、すごいじゃん。トラックはデトロイト市内のどこかに止めて爆破装置を仕掛けたって。やるじゃん。思いとどまらせて起爆装置を受け取ったの。うわー、マジか。爆弾か。マーカス、負けるわけにはいかないの。押せねえって、それは。私たちはこの世から消滅する。これさえあれば生き残れるかもしれないのよ。そんな爆発すんの。いやこれはまずい。でも受け取っておこう、一応ね、一応ね。使わずに済めばいいな。そう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 、そういうこと、そういうこと、そういうことよ。てかそんなレベルの爆弾なの。何これだけは知っておいて。何ルート解除って、こっからまだ派生すんの。ちょっと、ちょっと、ちょっと、まさか、また、え、また来た。いや、するでしょ、それは。もう行かせてください、お願いしますよ。行かせてくださいよ。え、行ったー、よっしゃーい。よっしゃーい。これがアンドロイドの愛なんだな、この、手をかざすっていうのは。これが愛なんだよ、アンドロイドの。みんなのとこに行ってくる。ちょっと、もうここもサムネにいいじゃん。やめてよ、同じ日に出すの。気をつけます。絶対に死なないで。当たり前だろう。まあ約束はできないけど。いやーでもマジでクライマックスだな、この最後の選択による分岐。多分結構あるよ、このゲームだったら多分。え、大丈夫？コナー、何？え、あーなるほど、調査結果をね。ジェリコの場所を特定し、指導者も見つけ出した。優秀だな。ああそういうこと、特定した後ね。いや俺ちょっと選べないよ。
いや、これはやめてよ、デトロイト。生け捕るように言われているが。デトロイト。場合によっては撃ってでも君を捕まえるつもりだ。ビカムヒューマン。一旦説得しよう。どういうつもりだ。お前もアンドロイドだろ。自分の種族を裏切る気か。何これ、何これ、威嚇。君を破壊したくはないんだ。何これ、やめてよ。どっちか死ぬじゃん絶対こんなの。コナー。お前はコナーだ。噂の変異体ハンターか。やめてやめて、その目怖いって。おめでとう、コナー。撃たれる撃たれる。探し物が見つかったみたいだな。なんで説得する、コナー残んの。正義、俺たちは正義を求めているだけだ。やめてやめてやめ、どっちか死ぬってこれ絶対。コナーを捕まえたいんだ。黙れ。いや、ちょ、いやでも、ハンク、ハンク、疑念を植え付けてみよう。一度も疑問に思ったことはないのか。ハン、ああ、プログラム以上の何かを。いやでもコナーも仲間に、いやもうハッピーエンドさせてくれよ、ハッピーエンド。問いかける仲間。俺たちと一緒に戦おう。俺たちの仲間だろ。自分の両親に従うんだ。さあ決めるんだ。何これ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 。でも俺でも殺したくない、殺したくない。マークスを止めるという壁を壊すってことか。いや俺だってもう殺したくないもん。みんな生きて終わりたいもん。1周目はみんな生きて終わりたいもん。ハンクごめん、みんな生きて終わりたいもん。マーカスもコナーもカーラも生きたまま終わってほしいもん。コーナーの、もうコーナーのこういう姿も見たくねえ。じきにジェリコは攻撃される。何？今すぐ逃げるんだ。くそ。コーナーがなんかいい刑事になったわ。コーナーがこれだけ見るといい刑事になったわ。2周目では俺コナー信じるわ。2周目は2周目はコナーで行くわ。でもこれコナーぐちゃぐちゃだけどね。コナーがだって場所特定していったけどねえ、取り込まれるっていう。コナー一番傷つくやつだもんな。これ操作させる俺に。いやボタンだったら大丈夫、ボタンだったら大丈夫。オッケーオッケーオッケー、大丈夫大丈夫。来て来て来てる来てる来てるって、走る走る走ろうぜ。ちょっと壁が見えねえもん。みんな行きたい、みんな生きて終わりたい、みんな生きて終わりたいんだ俺は。パパパパ、ちょっと走って走って、カーラカーラ走って、ルーザー、マーカス、コナー、ヘリ、サイモンと女子何、ね、サイモンと女子何、サイモンと女子はどこだ、わかんない、はぐれたの。ジェリコ爆発警告だねこれ。2階と3階に出口がある、見つけたら川に飛び込む。それ最初にやれよ。ジェリコを爆破する。船が沈めば奴らも逃げ出して、みんなも逃げられる。そんなの無理よ。兵士だらけなのに爆弾のある貨物室までどうやって行くの？やめろマーカス。奴らの狙いは君なんだぞ。コナー。いやこの展開好き、ちょっと。
ちょっと好き。コナーが急に味方になるのすごい好き。こっち？こっちだよね。どっち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 。はあ、マザー、マザー、マザー、みんなを救ってマーカス、マザー、マザー、マザー。おい、シャットダウンしまったのかよマザー。どっちどっち、これこっち、どっちどっち。ああ、下だ下だ、あったあった。ボタン、ボタン大丈夫よ、ボタンなら大丈夫。うわー、マーカス頑張って、マーカス、ごめん、俺ごめん、道暗すぎて分かんないんだって。俺をほっとけ、アリスを取る、ルーサー、ルーサー、俺だって置いてきたくないわ。いや、守ろう、ルーサー、ルーサー、ルーサー、違う違う、みんな死ぬんだってルーサー、守ってルーサー、ルーサー、パパー、パパ、パパ、元気づける、元気づける、元気づけるって何、元気づけるって、元気づける、無駄にしちゃダメよ。完璧じゃん、100点じゃん、100点の元気つけるじゃん。急に来んなよ、急に来んなよ。隠れる、隠れる、 OK、 隠れる、 OK、 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 あ、あい、あい、いや、いや、もうやめよ、やめようぜこういうの、こういうのやめよ、やめ、やけの、違う、アリス、アリス、これが、これが人生なんだよアリス、犠牲が必要なんだよアリス、これ社会勉強なんだよ、生きるってこういうことなんだよ、誰かが犠牲になってるの、仕方ないんだって。てかちょっと時間が、ここで追って一旦今セーブしてたから、ここで一旦切るわ、ごめん、じゃあとりあえず切るわ、じゃあ、あざした。